上原さんで言ったらもうずっとあの僕とかにもスライダー投げ方を教えてほしいって言われて、プロでもスライダー投げたけどすぐダメ出しされて使わなくなったって。俺もこの間上原とやったの、はい、で大学の時はね、はい、ストレートとスライダーのピッチャーだったのがプロに入ってからスライダーをバカバカ打たれるっつって、だから言ったの俺、お前上原のボールスライダーが一番チャンスボールだよっつってお前一番打ちやすいスライダーだもん上原のスライダー